今週のハリウッドインタビューは、ハリウッドで行った、深作健二監督のインタビューをお送りしたいと思います。先日お亡くなりになりまして、その追悼の意味を込めまして、一昨年、2001年春にハリウッドで行いました深作健二監督のインタビューをお送りしたいと思います。ハリウッドにあるエジプシャンシアターって昔からある映画館なんですけれども、そこを改造して現在ですね、ハリウッドシネマテイクっていう文化上映をする場所になってるんですね。キューレーターがですね、もう深作欣二の大ファンでですね、深作映画ばっかり上映してるんですよ。好きもんで。で、バトルロワイヤルができたっていうんで、もうこれはもう上映しなきゃっていうんで、アメリカで最初の上映をしたんですが、一回きりの上映だったんですね、ハリウッドでもね。っていうのは、まああまりにもバイオレンスの内容なんで、これ成人指定になっちゃうと。アメリカの映画会社いくつかこれを買おうと思ったんですけども、成人指定になっちゃうと、公開できる劇場が限られてくるんで、元は取れないんで、どこもちょっと手を出さなかったんですね。その時に深作監督もアメリカにいらっしゃって、で、僕らももうこれは絶対行かなきゃってんで、行ってですね、僕らっていうのはサンフランシスコに住んでる、いつもこの番組に登場するパトリック・マシアスっていう日本映画評論家と、アルビン・ルーっていう一緒にやってる編集者なんですけども、彼と3人でですね、ハリウッドに行って、深作監督にインタビューしたんですね。その時のテープです。こちらがパトリック・マッシェさんで、こちらがアルビン・ルーさん。はい、マッシェです。Thank you. Thank you for coming today. インタビューさせてくださってありがとうございます。Could you explain the context of the controversy around the film? この映画が呼び起こした論争というようなことを説明していただけますか？で、アメリカではその教室の中で先生を刺すとか、そういうようなことをあまり聞いたことない。聞いたことない？お互いに殺し合うことはあるけども、先生を傷つけることはない。They don't focus anger towards teacher. だからその自分たち の怒りのその先生にぶち当てるということはあまりない。ない。No? Why?Why not? The teachers are powerless enough. 先生はもう権威とかそういうのもないから、その的にもならない。的にもならない。相手にしないわけか。先生は何をしてるという。 He's just doing in school. We don't know. 分かんない。それで生徒のことには知らんか。They're just afraid that something bad will happen. というようなことで非常にこうビクビクしてる。まあそうだろうね。Well, だからいけなくて。で、この映画のその論争についてちょっと背景を教えていただけますか？背景は原作というものが別にあって、原作というのは例えば今の北朝鮮というような全体主義国家を想定して書かれている、そういう独裁政権の中の出来事だから、例えばバトルロイヤルというゲームも何年にもわたって行われていて、誰も不思議に思わない。だから今の日本はそういう状況に置かれてないから、もっとこの今の日本がいつこのそういう状況になってもおかしくないというような状況設定をまず考えた。ある経済崩壊が原因で日本という国が崩壊した。そうすると大人のこの社会、つまりこの世の中の体制が崩壊した。あらゆるものに対して大人が自信を失う。ことに子供に自信対して自信を失う。そうすると子供が大人をバカにする。大人が怯える。そういう不安に耐えられなくなって大人がある法律を考え出した。まず保守党政権に手こ入れをして、そして今の子供たちなんとかならんか、よし脅かせ、脅かすという意味でバトルロワイヤル法という新しい教育法案を実行しよう。1年に一遍だけ見せしめのようにある学級の40人を拒絶された島の中へ連れて殺し合いをさせる。そこでこの残酷なメルヘンが始まったという。So what is in the film that caused the political? この映画の中でなんで日本でああやって騒がれる、どこが騒がれる理由だったんでしょう。政治家なんか、政治家が映画の場合に登場しない。しかし政治家がそれを決めたんだということははっきりしてる。そうすると政治家自身が非常に不安な感情に襲われる。大人はもっと大人だって一生懸命いろんなことを考えてるんだということを何かかんか言いたい、急に言いたい。本当はその子供を放り出してる、何もギブアップしてたんだけれども、みんな急に大人の存在を主張し始めた。政治家がそうであり、PTA がそうであり、そういうシチュエーションのドラマに対して子供は見たがる。ゲーム感覚で見たがるんだ。
子供、そういう子供に対して大人はそれでなくても子供も恐れ始め気味悪く思い始めてるから子供にはとても見せられない、見せるべきではないという意味での論争になった。こちらの計算にうまくそういう政治家や PTA 偉い人たちがハマっちゃった、ハマってきたということですね。何を政治家たちは恐れているのか、自分たちが怠惰だと思われていることを恐れているのか、それから政治家たちは今一生懸命規制しようとしているから、青少年の教育に名を借りて青少年に害ももたらすテレビとか雑誌とか映画も含めて、そういうものを規制しようとしている。ちょうどそういう時期だったから余計政治家が神経を止まらせたという。で僕はですね、バトルロワイヤルを初めて見たのはバカな政治家いましたね。野党議員なのにバトルロワイヤルみたいな映画は絶対に子供に見せるべきではない、法律で規制すべきだって言ってたバカな議員がいて、でその議員が要求したんで試写をやったんですよ、議員とか PTA 向けに。で僕はそこにちょっと潜り込んだんですが、僕以外は全部その PTA と政府の役人ばっかりで、映画なんかまともに見たことないやつばっかりで、で始まったらまあああいう映画でしょ、もうものすごい血しぶき出てね。でだんだんでもね、そのメッセージってのは分かる人には分かるんですよ。映画が終わった瞬間に全員敵でこの映画を叩こう、この映画を禁止しよう、この映画を取り締まろうと思ってきたはずなのに自然に拍手が湧き起こったんですね。やっぱり映画の力ってのはすごい、深作欣二監督の力はものすごいと思いましたよ。まあバトルロワイヤルって映画皆さんご覧になったと思うんですけれども、これから先はもうちょっと突っ込んで、深作欣二監督は一体どういう動機で映画を作ってるのか、一体その奥にはどういうことが秘められてるのか、ということについて聞いていきたいと思います。So, yeah, I have a made me with a statement. Is that a criticism of Japanese society now, or is it some kind of statement that this is what it should be? この映画、これは日本の今の社会を批判しているものなのでしょうか、それともこうあるべきだという何かを語っているんですか。最後に残る、つまり勝ち残り戦争というルールを押し付けられたわけだな、この絵の。はい。その中で、そういうルールだ、よし。生き残るためには殺さなきゃなんないんだな、よし最後まで勝ち残ってやろうじゃないかという人間、あるいはそういうゲームを拒否して自分で死んじまう、いろんなこの方向を選ぶ人間が出てくる。3つ目の選択があると思うんですね。殺し合うか子供同士で自殺するか、もう一つはそういうシステムを押し付けた大人たちの社会を倒すという方向がありますね。倒すという方向はある、はい、倒せるかどうかというのは別問題です。日本人全体の情緒を駆り立てる存在ではあったわけだけど、みんなやはり自滅していってしまったね。学生運動がまず挫折してしまった。世の中がどんどん落ち着くに従って、そういうこの武力でひっくり返そうとするグループ、もうみんな次々に検挙されていったり、国外逃亡を図ったりした人間がいたけれども、結局国内でのそういう革命の方式そのものが瓦解していってしまう。1970年代後半以降ね、1980年代以降一切の学生運動は日本から消えた。大人たちは夢のような金儲けにばかり興奮し、金を儲けることがまず人間にとっての何よりの、その優先事項になってきた。そうすると そういう大人たちに、その置いてきぼり食らった子どもたち、ゲームの世界に沈潜する。だからみんなでもって何にも統一行動もしようとしない。みんな、この個的な生活の中に引っ込んで、ゲームにだけ埋没し、不登校を繰り返し、強制しようと思うと突然、子供たちが爆発する。ナイフを振ったりする。それで大人たちが怯え始める。この頃の子供たちはすぐに来てる。それが80年代から90年代の間の特徴的な学校の事件だ。誰もが何をしていいかわからない。大人も子供も何をしていいかわからない。そういう状況の中で突然起こったのがこのバトルロワイヤル法。それがこの映画。
だから本当に限りなく現実に近いんだけど、だから不安になる。だから観客の立ちの中で大人が一番不愉快を感じる映画なの。こうしたらいいという議論にはならない。要するにこういう映画は不愉快だから見せるな、子供には毒だから見せるなということにしかならない。そうすると子供は見たがる。何を隠せば何を隠せば、それで大ヒットになる。今映画が好きだとは思えないんで、みんなこの、自分の部屋に引っ込んでゲームばかりやってるから、もっとこの映画というものの面白さ、映画っていうのはそういうゲームとは違った開放的な面白さを持ってるものだぜということを一人でも多く分かってもらいたくて、この映画を作った。Your approach to those type of characters and that type of violence has changed since you made earlier films. Yes, what films? Jigi no Hakaba or Gendai no Hakaba. I know, I know. 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 I know.作った映画を受け入れる社会的な土壌が変わってきたんだと思う。仁義なき戦いの時にはまだ本人たちが、観客自身が戦争、戦後のいろんな混乱も戦争そのものも知っている。今戦争を知らない人たちの方が圧倒的に多くなっていて、この映画に出てきた少年少女たちの母親も父親も戦争を知らない、おじいさんの世代しか戦争を知らない、そういうオーディエンス側の年齢の変化、それがこの映画の変質を物語っているのではないかと。それで俺自身の中に作り手である俺自身の中にもある変化はあるかもしれない。ただそれがどういうふうな変化になっているのかは俺にはよく気がつかない。仁義なき戦い、仁義の墓場というのは第二次大戦が終わった直後から話が始まる。戦争が第二次大戦が終わった時私は15歳だった。仁義なき戦いを取った時には40歳だった。今は70歳だった。 I'm 70 now. ということは、俺はひたすらその映画に出てくる15歳同じ地位に自分を下げよう ということは、この私が15歳であったこの1945年まだ戦争が続いていて、同時にそれが終わって日本という国が崩壊してしまった、その時の私が15歳のだった時期に帰ろうとして作っただけの話で、今度の撮影の間俺が15歳の子供たちに言い続けてきたことは、ゲームと違って実際の戦争の時にはこんなことがあったぜ、こんなことがあったぜということを、撮影を進めていく過程のそのリアクションの中でそれが必要だと思った場合にはその話を聞かせるということでコミュニケーションを成立させようと思う。とにかくこの映画が好きな人間を増やしたい。映画ってのは面白いだろう。映画ってのは同時にまた我々を取り巻いている社会、大人たち、そういうものに対してそのあるデモンストレーションを繰り返すという意味でも面白いぜというふうな、いろんなメッセージをこの中に盛り込んだ。I've heard you're a big fan of Slam Dunk. Slam Dunk も大ファンだって聞きましたけども。That's true. そうですか。そうです。Okay. Why does Fukasaku Kinji like Slam Dunk? Fukasaku Kinji がそのSlam Dunkをファンであるその理由は何でしょう？そうね。劇画でも、特にあれはバスケットボールの劇画だから、すごくこのカッティングの切り取り方で、この面白いか面白くないかが分かれてしまう。すごくそれがエキサイティングだった、ね。Any other manga that you really like? Other manga? 他の漫画でやはりご引きにしてらっしゃるのありますか？他の漫画ではそうね、ワールドイズマインってのがあるけどね。ワールドイズマインを映画化するってことできましょうか？ちょっとお金がかかりすぎるな。キャンナッピメリン。見たいでしょ。I like to see that. 読んだことがある人もいると思うんですけれども、とにかく二人の男が殺して殺して殺しまくるんですよ、日本中で。
もうなんだ、女だろうと子供だろうと、なんだろうと。で、そこにあのヒグマドンっていう超巨大怪獣が襲ってきて、自衛隊と大戦闘になって、とにかく街も何でも壊して何もかも殺すって、ものすごいバイオレンスの映画なんですけれども、まあ、それをとにかくやりたいと。で、お金があればねって言ってたんですけども、なぜこの人にこういう映画をやらせてやらないのか、日本の映画界は。つまんない芸術映画みたいな、くだらない映画でカンヌ映画祭で賞を取ったとか、どうでもいいですよ。深作欣二に国家予算を与えて、ワールドイズマインを作らせるべきなんですよ。自衛隊全面協力して。そういうことできないんでね、深作監督が亡くなって、本当に悲しいなと思いますけどね。深作監督が言いたいのは、結局、こういうことなんですよ。深作監督が、子供の頃、本当に子供たちが、銃を持たされて、人殺しをさせられたわけですよ。日本政府によって。で、人殺しをしなさいって日本政府が教えて、学校の先生が実際に人殺しをしなさいって言ってたんですよ。だからバトルロワイヤルってのは別に不思議な話じゃなくて、実際に日本が1940年代にやってたことをもう一回やってるだけなんですよ、現代。で、深作監督はその時に、その中学生だったんですよ。バトルロワイヤルの主人公と同じだったんですよ。そういうことは分かってこの映画を見ないで、なんかバカな バカどもは本当に批判してますけども、それぐらいこれは深くて、きちっとした作家の映画なんですよ。大傑作ですね。ということで、本当に深作監督は惜しい人を亡くしました。ってか、70だから大往生なんですけども、この人が死んでしまったら、もう日本でちゃんとした映画作る人いないじゃないですか。世の中と戦う映画作る人いないじゃないですか。深作監督は最後まで世の中がもうムカつくから、なんとかしようと。で、ほっといたら自分はテロリストになっちゃうから、やれないから映画作ってるっていうような、それぐらいの攻撃精神のある映画じゃなきゃ面白いわけないですよ。この映画を見て人を殺したくなったとか、ね、そういう映画は良くない。映画を見て人を殺したくなるぐらい強烈な映画が見たいじゃないですか。ということでね、まあ、三池崇史監督だけがね、まあ、北野さんは最近、北野武がダメになりましたからね、監督としては、変なチョコ映画撮ってて、三池崇史監督だけが、日本の最後の希望じゃないかと思いますけども。ということで、本当に謹んでご冥福を祈りたいと思います。